ってのもあるかな。最近巻かないんですよね。なんか最近あの前髪を巻くより巻かない方が盛れるっていうことにちょっと気づき始めて、巻かないようにしてるんです。そう、バラありがとうございます、こんばんは。そうだから最近は割と前髪巻かないマンなんですよね。しずくありがとうございます。若く見えるでしょう。こっちの方が好き？やっぱりやっぱり爪どんなってみんなめっちゃ爪の心配してくれてるけど、ありがとね、よくなってます。ちゃんと毎日消毒してる、定期的に。初もありがとうございます、こんばんは。爪もなんかちょっとずつ伸びてる気がする。そう、食パンなの。これさ、ちょっとダサいよね。これだけどうにかしたいところですよね、この感じだけ。なんかもうちょっとさ可愛くしたい可愛くしたいんですけど、なんかさ、ないかな可愛い系。こんばんは。マッシーに毎日ニコちゃん書いてもらう。え、確かにここに。キャラクターの絆創膏か、懐かしいな。幼稚園生の頃とかは絆創膏といったらもうキャラものでしたね。もう絶対になんかキャラクター、もうプリンセスとか大好きだったから、プリンセスの絆創膏とか、なんか全然怪我してないんだけど、その絆創膏、キャラものの絆創膏がすごい可愛いものがたくさん売られていて、とりあえず買っとくみたいなことしてました。怪我してないけど可愛いから買おうみたいなそう、まあ使うしね。プリンセスとか何があったっけ。私の世代だと人気だったのは、まあ、プリンセスとたまごっちとか、あとキラリンレボリューションもめちゃめちゃ人気でした。そう、と私はハム太郎が好きだった。誰もありがとうございます。あ、プリキュアか。プリキュアもですね、確かに。とかですかね。キラリンレボリューションはもうね、もうみんなやってた。ゲームもだし、アニメももうみんな見てた。見てない人がいないぐらいに見てた。私も大好きで、アニメも見てたし、漫画も見てたし、ゲームもやってたし、音楽とかも好きだったし、カードゲームもあったんだよね、確か。全制覇。しずくありがとうございます。バラライカ、そう、バラライカ分かりますか皆さん。バラライカね、ガチで好きバラライカ懐かしい。結構皆さんも知ってるんですね、すごい。見てたの。この思いは止められない、そう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 。みんなも世代ですか。私も世代です。ハム太郎も、とっとこハム太郎も大好き。
トットクハム太郎に関してはもう幼稚園に行く前に毎日、毎日じゃないな、毎週見てました。わかんない、毎日やってたっけ。あとはディズニー、やっぱプリンセスめっちゃ好きで全部見てたし、チップとデールもめっちゃ見てた。あとね、なんだっけ、あ、ジブリ、ジブリもめっちゃ好き。たまごっちも、そう、ハム太郎かわいいよね。たまごっちもねめっちゃ好きだった。あのたまごっちのこういう丸い卵のゲームあるじゃないですか、もう売ってないと思うんですけど、それもめちゃめちゃ流行って、もうみんな持ってた。こう首から下げてみんなそのたまごっちをこうチャラチャラしながら、もう幼稚園生たちのもうネックレスみたいな感じ。そう、あれはねもうみんなね持ってた。なんかお世話するゲームなんですけど、たまごっちをご飯あげたりとかする。あれに関してはもうなんか新作が出るたびに買ってた。もうジャラジャラ、なんかさデパートとかにその幼稚園生とか同じ同世代の子がいると必ず首から下げてるよね、そのたまごっちを。めっちゃそう懐かしい。並んで買った。いや、そう、並ぶよね、あれ。あ、今もあるのかな？え、どうなんだろうね。今はでも白黒じゃないんじゃない？カラーになってそう。恐竜っちみたいなのなかった？恐竜っち？え？いや、わかんないけど、あれなら知ってる。あの、虫キングのやつ。虫キングバージョンみたいな、あったんですよ。あれもね、確かゲットした。こんばんは。そう、恐竜は分かんないな。でも今思い返すとたまごっちって二等身じゃないみたいな。うちが好きなやつやみたいな。やっぱ二等身ですよね。こんばんは。そう、私のタイプで、じゃあドラえもんも好きなの？あ、ドラえもんも可愛い。ドラえもんいいよ。ドラミちゃん欲しいな。ドラえもんもいいけど。いや、ドラえもん欲しいな。めっちゃいいやん。そう、一家に一台欲しい。でもさ、ドラえもんってさ、故障品なんでしょ？
でもさ、故障しててもさ、あれだけできるんなら全然いいよね。不良品か、不良品なんでしょ。そう。四次元ポケット目当てでしょ。でも私ドラえもんごと欲しいな。なんか道具出してほしい。自分で出すよりかなんかドラえもんがいて、ドラえもんがはいこれみたいな言ってほしい。でもな、ドラミちゃんの方がいいな私。可愛い。ドラえもんも可愛いけど。なんかアニメのドラえもんだとドラミちゃんってたまにしか出てこないけど、映画だと結構な確率で毎回ドラミちゃんが出てくるんだよね。そう、かわいいの。映画だと多分毎回出てくる気がするんだよな。かわいいよね。初もありがとうございます。そう、かわちい本当に。しずくありがとうございます。ドラミちゃんはいつものび太の味方。あー確かに。のび太さんみたいな。確かに。のび太さんだっけ、のびちゃんだっけ、どっちだっけ。のび太さんか。毎年ドラえもんの映画見に行ってた？あ、結構見に行ってたかもしれない。昔はドラえもんとか、あとクレヨンしんちゃん系は見に行ってた。家族で見に行ってました。クレヨンしんちゃんも結構見たな。二等身だね。あ、そうだね、クレヨンしんちゃんも二等身じゃん。ハム太郎の映画もね、感動します。最近新恐竜見た。あ、え、あ、そう、見た。あのドラえもんのあのさ、ピースケが出てくるやつあるじゃないですか、のび太と恐竜みたいな。それは多分結構有名で多分見たことあると思うんだけど、なんか最近のがのび太と新恐竜ってやつなんですよ。私も最近見たんですけど、それもおもろいから見てほしい。そう、かわいいし面白かったです。最近のピースケ、ピースケがそれがあのちゃんとは出てこないけど一瞬出るの、一瞬映るから見つけてほしい。そう、ちょっとネタバレになるから言えないけど、あのね、出てくる。そう、双子の恐竜。そうそうそう、こんばんは。おもろかった。さっきマナちゃんが配信で自分が会社の社長ならサーヤちゃんを受付嬢にするって言って、どういう会話してんの。どういうこと。なんか、あ、でも嬉しいね。
そうなんだ。結構大事じゃない？受付って。え、嬉しい。あ、マナが社長か。大丈夫かな大丈夫かな。めっちゃなんかおもろそうだけど、その会社。私が受付か。え、私だったら誰だろう。私が社長だったら受付でしょ。え、誰にしよっかな めっちゃ迷うけど、待って、考えたい。受付、ちゃんと対応もできる子がいいよね。しっかりしてそう。受付は、迷うな。あ、みゆみゆいいね。みゆみゆ、みゆみゆ、あ、みゆみゆだな。いや、めっちゃ悩んだ。でも帰りとかでもおもろい気がする受付帰りって結構おもろい気がするんだけど電話対応とかもなんかさ、もしもしみたいなうわ怖い、もしもしって。いや、でも面白そうだけど、みゆみゆですねみゆみゆで。でもマナも結構できそうだけどねでも安心感があるのはみゆみゆかな。フォローありがとうございます。誰もありがとうございます。ありがとう。秘書、秘書ってずっといる人だよね。まなみかな。ななみかな。あと何がありますか？役職。広報でこうなんか営業しに行く人、運転手。あ、運転手は、運転手は、カホカホかなカホ。安全そうじゃない。
カホかな。会社イメージのキャラクター、キャラクター、ゆるキャラってこと。ゆるキャラははるか。わかんないけど、はるかかな。役職がむずい。でも何の会社かによるよね、そのキャラクターって。あ、ゆめたん、あ、え、ゆめ、あ、ゆめもありだな。ゆめでゆめです。受付夢でもいいけど弓か夢。経理って何する人？社食のお姉さん、あ、は、経理はお金、ああ、計算、お金計算は、お金計算、あ、マリナさんかな。マリナさんだな。マリナさんで、あ、萌ちゃんもいいね。社食のお姉さんは、うーん。誰だ？あ、レイちゃんとか。レイちゃんはなんか健康な食事を提供してくれそうじゃない。ちゃんと毎回サラダあるよみたいな。レイちゃん。夏もありがとうございます。バランスのいい食事をなんか提供してくれそう。トマト多め嬉しい。私もトマト大好き。レイちゃんだな。最高の会社じゃない？こんばんは、こんばんは。かいりちゃんも雇ってあげて。あれ、かいりなんか言わなかったっけ。かいりなんだっけ。社長は私の設定で、
考えてみたんですけど、あ、警備員、警備員は、警備員は、え、誰だろうな。ヒノ。ヒノじゃない。ヒノだな。ちゃんとなんか不審な人が来たら止めてくれそう。ちゃんと「あ、すいません」みたいな「どういった内容ですか？」みたいな。日野だわー。日野だわー。いや、どうしてもなんかさ、時鉄の制服が浮かんできちゃう。日野、いや、似合いそうですよね。帰りも。あ、じゃあ帰りと日野は警備員さんで、二人で時鉄の制服で。え、めっちゃいい会社じゃん。めっちゃいい会社じゃん。時鉄警備、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。いい会社です。発音もありがとうございます。なんか今日暑くないですか？なんかモワモワしてない？もわついている。リカさんは会長。会長、サマーバッグ予約した。お、ありがとう。みんなも予約済みですか？サマーバッグ。しずく、ありがとうございます。もわ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 。今年のね、サマーバッグの自分の写真。語彙力な。浴衣じゃないですか、毎回サマーバッグの衣装って。私今回結構なんか普段あんまり着たことないようなね、色を着てて、ちょっとなんか何色なのあれは。黄色、なんか渋い黄色みたいな。ゆずっぽいような感じの浴衣着てて、でなんか髪飾りをなんか水色をつけたらなんかちょっとサイルームっぽくなるかなと思ってつけてみて、お団子にしたんですよ。あ、からし色、それか、からし色、そう、そんな感じの衣装にしてみて、珍しき感じです。浴衣はね、自分で選べた。そうだから、ちょっとなんか普段着ないような色にしようかなと思って着てみて、可愛いよね、あれ。なんか、あんまり見ない色じゃない？ハート、ありがとうございます。お団子ちゃんで、
かわちい感じで撮っていただきました。ありがとうございます。そう、それとあと写真みたいなあるじゃないですか、うちわとかじゃなくて。それはなんか麦わら帽子にワンピースだったっけなみたいな着させていただいて、それもね可愛かった。あとありがとうございます。そう、それも可愛かった。プリクラみたい、あ、そうそうそう、プリクラみたいなやつのやつが、衣装が麦わら帽子で、しかもなんかその撮影が多分生写真で出るのかな、わかんないんですけど、結構すごいなんかこだわっていて、こう本当に夏みたいな光照明をこう焚いてくださって、本当になんか真夏のなんか光当たっちゃってるぜみたいな感じで撮っていただいて、すごい素敵に撮っていただいたのでお気に入りです。そう、ハートありがとうございます。誰もありがとうございます。おしゃでした。おしゃに撮っていただきました。ハート誰もありがとうございます。お花ありがとう。去年はねたくさんツアーとかでも撮影でもイベントでもね結構浴衣着させていただいて、確か15回ぐらい着たんよねいや何回だっけ、まあ、15回ぐらいだった気がするんですけど、そう浴衣たくさんお仕事で着させていただいて、今年もねどうなんだろうね、たくさん着れたらいいなと思ってます。こんばんは。お花だるまありがとうございます。そう、去年は本当にいっぱい来ましたね。うん、撮影グッズ撮影でも来たし、ツアーでも毎回来てたから、早着替えのやつで、それでめっちゃ来たってのもあって、あとイベント公演とかも来たし、そうおしゃべり会とかね、ツーショット撮影会とかでも来たので、だいぶいろんな浴衣をたくさん着させていただきました。うん、浴衣ね可愛いですよね。こんばんは。ツアーの早着替えも夏いですね。フォローしました。ありがとうございます。ツアーの時はね、なんか白とピンクみたいな感じで可愛い系の浴衣でした。ツーショットで着たのは紺のちょっと大人っぽい感じの浴衣だったんですけど、髪型がツインテールだったから、まあ可愛い系になったあと青に借りたやつ、あれもめっちゃ可愛かったし、そう河内でした。こんばんは。そう、この時期になるとさ、いろんなこうブランドからさ、こう浴衣のデザインなんか新作みたいにこう出てくるじゃないですか。それを見て、え、めっちゃ可愛いって毎回なるけど、そう特にそうお仕事でしか着ないから、まあ特典会で着るぐらいか。こう見て楽しむって感じそう、いつもありがとうございます。フォローありがとうございます。
私もカワチーノが着たいです。なんか浴衣のデザインってさ、花柄とかさ、なんか柄物めっちゃいいなって昔は思ってたんですけど、最近はなんか別に柄なくても可愛いなって思うようになってきて、そう、なんかそういうのも着てみたいって思った。あんまりさ、こう衣装だとシンプルなのはないから、そういうのもね着てみたいなとも思ったんですよね。お姉さんっぽい感じの浴衣でもめっちゃ可愛いなって思う。こんばんは、こんばんは。お祭り行きたい。お祭り、ポッポ焼き食べたい。あ、でもこの間ポッポ焼き食べたんですよね。ポッポ焼き美味しい。花火をメンバーと一緒に見に行きたい。バラありがとうございます。ポッポ焼き食べたい。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。そう、長岡花火行きたいんですよね。私はパイナップルが大好きなので、冷やしパインとか食べたい本当にパイナップル大好き。この前もさ、差し入れでフルーツめちゃめちゃいただいて、パイナップルも一生食べてた一生パイナップル。そう、キウイも好き。初音もありがとうございます。キャピチャットのジュース探してみる。あ、そう、あのチャットにさ、美味しかったパイナップルのジュース載せたんですけど、美味しかったあとそれじゃなくて、あれも気になってるんだよね私。あのパイン飴あるじゃないですか、お菓子の飴の、あれのなんか飲み物が発売されるみたいで、それもすごい気になってて、でもまだ飲んでないんですよ。でも絶対美味しいやん。まあ、ありがとうございます。そう、だからそれも見かけたら絶対買おうって思ってる。チャットに載せたやつはあれはね、自販機で買ったかな。初音もありがとうございます。マックにもパインフラペ出てる。知らなかった。やばい、それは危なそうなの？絶対飲むんだけど、ありがとう教えてくれて。そっか、やっぱパイナップルの時代がやってきたんですね時代がやってきた。よっしゃ、パインアメサイダーは昨日からの発売。それは飲まなければいけない。やったやった、スタバもやってほしい。そう、スタバもねやってほしい。また今年もパイナップルぜひ。あれ飲んでよ、前あのスタバの今の新作なのかな、新作か分からんけど、なんかアールグレイ、あ、言ったっけこれ、アールグレイ
なんだっけ、アールグレイなんちゃらなんちゃらみたいななんちゃらなんちゃらみたいなの飲んだんですけど、アイスで、私は、いや美味しかったよ。あれアールグレイがね、好きな方は好きだと思います。レモンね頼まなかったな。アールグレイなんちゃらなんちゃら、フラペチーノじゃない方を飲んだ。アールグレイなんちゃらなんちゃら、ペタチーニそう、アールグレイペタチーニ美味しかったですよ。こんばんは。ペタジーニ遊びに来てよ、ありがとう。そう、分かんなかったらペタジーニで済ませましょうじゃん何でもペタジーニ。え、でもさ、本当にさ、ペタジーニだと思ってさ、そうやって注文しちゃったらどうしようって思うんですよね、私私がさ、こう普通にさ、なんか真剣な顔でさ、あ、この前アールグレイペタジーニ飲んだんですけどって言ったら多分信じちゃうじゃん。でさ、あ、サーヤはアールグレイペタジーニを飲んだんだってなって、こうスタバに行った際にアールグレイペタジーニくださいって言っちゃう方がいたら、あの、やばいなーって思ってやばいなーって思って、そうそう、違いますよっていうことを言っておきますね。はい、しずくちゃんありがとうございます。ペタジーニ、こんばんは。通じるかどうかを TikTok で撮ってもろてそれをね、それがバズるみたいな。ハツもありがとう、ハートありがとうございます。バズりそうね。サイヤペタジーニ選手知ってるの？わかんない、私野球本当にわからなくて申し訳ないですスポーツ本当にわかんなくてちょっとついていけない。だからさ、カホとかがさ、よくいろんなの話してるけど何もわかんなくてさ、私どうしようって思っちゃうそう、まあわかんないんだよね。しずくちゃんありがとうございます。みんなカタツムリ見ましたか？梅雨ですけどカタツムリ、急激に、見てない？カエルは見た？あ、見た？私さ、カタツムリとね、だいぶこう出会ってないんですよね。最後にカタツムリと出会ったのは本当に覚えてないぐらい昔なんですよ。そう、なんかどこにいるんだろうって思って、葉っぱの上とか、カタツムリっていつもどこにいるんですか？てか一年中いる？わかんないんですけど、絵文字カタツムリはめっちゃ使う。そう、大好き可愛くない？なんか
のんびりしてる感じが出るじゃん、なんかノロノロみたいな。そう、絵文字はねお気に入りでよく使ってますね。なんかのんびりしてる感じで可愛くない？怠け者とか。そう、でもね私実物のカタツムリを全然見たことがなくて、ちっちゃい頃はねなんかね学校の校庭とかで見てた気がするんですけど、今となってはもう出会わなくて、どこにいるんだろうって。思っておる。どうもありがとうございます。そう、しかも梅雨の時期が多いんか、冬とかもういない？冬とかどこにいる？カタツムリ。いないよね。カエルはよく、まあまあ見えなくはないんですけど、あでもカタツムリ、あもう少ないんだ、そもそものカタツムリさんが。そうなんだ、じゃあレアですね、見れたってことは。そうなんだ、カタツムリが背中に入ってきたらどうする。もうさあどうしましょう。とりあえず逃がす。カタツムリ冬眠する。あそうなんだ、冬眠してるからどこにいるのかわからないのか、そういうことね。うん、僕の家いっぱいおるで。お前の家にいるのか。そこにいたのか。ハートありがとうございます。居場所が分かりました。こんばんは。エスカルゴは食べたことある？ないと思う。多分。こんばんは。3ミリぐらいのカタツムリ。めっちゃちっちゃいじゃん。それカタツムリなの？ 3 ミリ？ウェイ。すご。ちっちゃ。ハンドありがとうございます。カエルは触れる？今は触れないな。昔はもう余裕でヤッホーって触ってたんですけど、今はもう無理。今はもう虫とかなんかそっち系はもう無理だから全部。うん、もう昔はね自らねこうすくい上げてたんですけど、でももうね無理だね。そういえばこの前の冷蔵庫の中身エスカルゴじゃなかった。あれね、冷蔵庫ね、公園の話し相手は冷蔵庫。あれさ、そうなんか今日の冷蔵庫の中身どうしようみたいなことを言ってて、スイスイがだから、え、カタツムリでいいじゃんって言ったらエスカルゴになってた。そう、梅雨だからカタツムリやんって言ったらエスカルゴになってた。ありがとうございます。
ちゃっかり ちゃっかり提案してた。次はじゃあ何がいいかな 私が考えるの毎回 次は梅雨だからめんつゆとか めんつゆー覚えてたら言おう 忘れてそう 思い出したら言おう、めんつゆって、スイスイめんつゆねって今日の冷蔵庫の中身はめんつゆです。梅雨だけにめんつゆ、冷蔵庫を いや絶対スイスイなら笑ってくれる、絶対笑ってくれる。でもこれを私が言うのを忘れそう言うのを忘れそうですが、覚えてたらよ、まあ、採用してくれるかわかんないですけど冷蔵庫私もやりたい。シグナルのさ公演の時に一回やったんですけど、ちゃんとなんかやったことない、披露したことがないからやってみたい。あの衣装を着て、ちゃん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 、やりたい。一番やりたいユニットなんだろうな、冷蔵庫ハートありがとうございます。冷蔵庫がいいな。でも私冷蔵庫にならなそうじゃない分からんけど、ラスベガスか、ラスベガスやったことない。ラスベガスと冷蔵庫とゲスはやったことない。何が見たいですか？もしね、ユニットシャッフルするとしたら何が見たい？みんなは。ラスベガス。冷蔵庫。その2つか人気なのはゲスも、うん、さあゲスの衣装めっちゃ好き。やっぱ冷蔵庫かな、個人的に個人的に冷蔵庫かな。残酷な雨めっちゃ好き、やってて衣装も好き、歌も好き。
とう。確かにゲスをやるとしたらユニットでその曲1曲になっちゃうよね。それ以外だと2曲出るんですけど、ゲスだけはね1曲だから。そうそう、私は今はというか今どっちのポジションをやってるからあれなんだけど、残酷と祈りと左の腕。祈りはどっちにしろやるっていうポジションは違うけど、歌い出しかそうでないかみたいな感じ。祈りの歌い出しだけは一生やってほしいこと。そこだけ歌って吐ける。これで吐けてく。さよなら。さよなら。わらわら、わら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 、わらわら。うん、びっくりした。おっきいわらわらが来てびっくりした。すごい圧やば。え、すごい圧やば。え、あれですか、なんか小文字大文字みたいなやつ。めっちゃビビった今。初めて見たそのでかいわら。圧やばすぎ。すごい倒されそうだった今。倒されそう。私の歌い出し好きですか？あー嬉しいわ、ありがとう。わら、私さこれ使わないんだよね。わら漢字なの私。わら、メールとかもそうじゃない、全部私わら漢字派。たまにカッコつける。漢字派。みんなはどっち派ですか？なんかさ、ショールームのねコメントだとこっちの方が多い気がするんですけど、でもメールの返信だとなんか漢字のわらが多い気がして、使い分けてるのかなとか思って。絵文字、あ絵文字、あ絵文字か。まあどっちでもいいか。あメンバーもあんまり、そうね、これまあどうだろうね、あんま見ないか、たまにしか。
みんながよく使う絵文字さ送ってよ、今コメントで。最近の使う絵文字3つぐらい。顔文字、動物系。顔の絵文字が多いんかな、みんな。顔文字ニコ。おー、怒ってる、怒ってる。すごい、さまざま。さまざま。食パン、カタツムリ。カタツムリは私が使ってるんよ。キラキラ、まあ、キラキラ確かに私も使うわ。確かにこのハート可愛いよね。まあでも顔文字が多いのかな。ギター、なんかさ、たまにさ、え、こんな絵文字あったのっていう絵文字ない？初めて見たんですけどみたいな、たまにあるんだよね。どこから引っ張ってきたみたいな、あるじゃん。初めて見る絵文字が意外とまだまだあるんだなって。だいたいみんな同じの使うじゃん。すごい、たまにハテナになるんだけどさ、私があれしてないってことか。アップデートしてない。松尾もありがとうございます。してないんだよね、本当に。でも可愛い絵文字増えたよね、色とか。新しいやつだよねきっと。やば、しなきゃじゃん。見えてない、見えてない、やば。こんばんは。そうだ、あのさ、今日ツイートしたんですけど、あのスマホのさフォルダあるじゃないですか、あれみんな何枚あるんよって気になってツイートしたんですけど、意外とみんな結構写真保存してらっしゃるんだなって思って、私も結構4万近く写真もあって、ビデオも2500あって、これは多いのか普通なのか分かんなかったから、みんなの意見を聞きたかったんですけど、そう、意外とねコメント見た限り多い、私より多い方も結構いらっしゃって、そうなんだって思ったんだよね。そう、私動画が多いんかな、やっぱ。みんな私の写真をたくさん保存してくれてるみたいで。ありがとうございます。私ね動画が多くて、そう、なんかねふとした時に動画を撮っちゃうんですよね。なんか面白い瞬間とか、メンバーとかと話しててなんか怒った時とか。
にこうなんか動画を回したくなっちゃって、そういう動画が多かったり、あとはフリベイがめちゃめちゃ多いねとか、あとはなんかインスタのストーリーで上げてる動画、なんか自分の動画みたいな、こうなんかちょっとピョンピョンピョンみたいな動画が多かったので、自分のその自撮りの一人だけ写ってるやつは消した。それだけでも結構あったので消しましたね。だるまありがとうございます。そう、なんか容量があれやん、大変なことになるやん、だから消さなきゃって思って、とりあえずビデオの整理はしたけど、写真の方はまだ全然あるので消していこうと思ってる。そう、なんかさ、自撮りの写真とかさ、なんだろうね、なんか別にいらないもの結構あるからそう、なんかメンバーの写真とかはいるやん、だけどなんか自分の写真って別にいらんなって思ってそう、消そうと思って、なんかあんまり着ない衣装の写真とか、これまだ使うんちゃうみたいな写真とかは残すけど、別になんかレッスン終わりの写真とか、まあ、別に使わないなみたいな、もう消す作業もしたいなと思っているところですね。そうで、しかもさ、なんかフォルダー整理してるとさ、あ、こんなのあったんだとかさ、あ、こんな動画撮ってたっけみたいなのが出てくるから、それでなんかわーみたいに、いいなって思ったやつがあったらチャットとかメールとかに送りたいと思います。整理しつつ、バラありがとうございます。どうもありがとうございます。スマホ以外に保存はしていませんね。まあチャットかな、チャットに送ろうかな。そう、どんどん溜まってくのでね、写真って。しずくありがとうございます。どうもありがとうございます。そう、動画とかね、たまに見返すとおもろいよな。フォローしました、ありがとうございます。私一回二十歳の時に機種変して、そのデータが全部消えたから、それでめっちゃ写真減ったんですけど、それでも4万近くあるから、だいぶだなって思って。だから私成人式をさ、新潟でやったじゃないですか、メンバーと。その写真がマジでなくてなくてですね、大変なんですよ。松尾もありがとうございます。まあ縁ですけどね。そう、でも事前に SNS とかに出してたから、出してたし、うん、そういうのは残ってるからって感じ。
ばんは。あとマミーに送ってた写真とかは全部あるからって感じです。次回はもうほんと気をつけようと思ってる。ほんとにね、嫌なんだよね機械のなんちゃらなんちゃらっていうのは。こんばんは。初音もありがとうございます。そう、なんかデータ移行をなんか自分でするみたいになって、自分でしてそれでもう全滅したから、もう次はもう絶対的に自分でやらないって決めてる。絶対自分でやっちゃダメ。誰か頼むって感じ。本当に大変だったわ。お店でやってもらうのが一番ですよね。いや本当そうよ。頼むからやってくださいっつってね、頼もう。もう機械苦手すぎてもう無理。初音もありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そして今何時なんだい？時計向こうで分かんない。持ってこいよって話だよね。9時15分。え、めっちゃトークしてんじゃん。え、8時からやってるよね私。めっちゃトークしてんじゃん。1時間15分してたんだ、すごっ。今日のお洋服めっちゃ可愛い。え、これさ昔買ってさ一回も着てなくてかわいそうだなって思って今日初めて着たんですけど。で買ったものの着なくて、着る機会なくて、もう夏じゃん。しかもそう、断捨離してて見つけたんですけど、見つけたっていうか、まあ知ってたけどあるの、でも着てなくてさ、さすがにかわいそうじゃんみたいな思って今着てみたんですけど、かわいいよね。ふわーって。でも普通に、うん、まあ、着れるよね今後。だから捨てなかった。てかこれ普通に伸びるんだよねこうやって。でもこうした方が可愛いかもって思いやした。シンプルで可愛い。でもちょっとねニットっぽい。いつか来ます外でも。でも大体ショールームやるときってだるぎなんですよね私。可愛い格好しろやって感じなんですけど、大体ね、なんだかんだでなんかいつも同じ服になっちゃうっていう。だるぎしか着てない。そうなの。
だからさ、可愛い服とかいっぱいあってもさ、ショールームで着ないんだよね。だいたいレッスン着なんよ。そう、でも今日はふとふと可愛い服を着てみたよっていう。たまに可愛い服も着てみます今後。本当ありがとうございます。パーカーのイメージある。そうだよね、パーカーは結構着ますね。着てない服って意外と結構あって、そう、ショールームで着るべきだよね。初音もありがとうございます。着てくわ。ちょっと結局なんか毎回同じ服になっちゃうんだよね。確かに、なんかお話し会で着たお洋服とかってもうそれ1回限りで終わっちゃうからさ、もったいないよね。着るわショールームでもったいないよね。可愛いのになんか1回限りってかわいそう有効活用しよう。それな、ショールームで着ればいいじゃんこれからそうしよう。気が向けば、そうね気が向けば。ダルギも好きですか。フォローしました、ありがとうございます。いや本当ダルギが一番楽本当にワンチャンどこでも寝れる服みたいなのがいいよね。私公演の時とかもさ、ジーパンとかが無理で、特に昼夜公演の時とかは絶対にこう何楽な服でいたいから、ジーパン無理なんだよな。でもね、普通に私服としては好き、デニムとか。髪サラサラできれい、ありがとう、ありがとう。みんなはどういうファッションが好きですか。やっぱなんだこうしっかりしたワンピースみたいなとかが好きなんですか。フリフリとか。でも私のファンの方はそんなフリフリ好きじゃないと思うんだけど、どう私がそんなフリフリ着ないか。カジュアル、ストレート、似合ってれば何でも好き。へそだしへそだし、へそ出し私も好き。フリフリはサーヤが着るなら好きですか。あら、さまざまですねさまざま、本当ありがとうございます。まあ、いろんなね、いろんなジャンルを
着てこうよってお話ですよね。こんばんは。次のオフラインはね、サーニャンと私服なので、私服も河内く登場したいと思ってるので楽しみにしててください。東京のオフラインで着た1回目に着たサーニャンの衣装、本当に黒猫の衣装、メイドじゃない方のねやつが1回なくなって、家になくていろいろ探したんですけどなくて、どこだろうって思ってマミーに連絡してないってちょっと聞いたらあったので、よかった、それを着れる。だから新潟でサーニャンの、そうコスプレがなくなって、2回目のねオフラインの東京の時はメイドにしたんですけど見つかったのでそう、ちょっと茨城の方にねサーニャンが行っちゃってたみたいで、まあ連れ戻してきたのであのね、次回の新潟のオフラインは元のサーニャンがね見れるよってことで、お楽しみに。かえりちゃんにコスプレは返したの？返してないいやガチで返してないずっとある家に。そう、もうお互いに返してなくてゆなことかゆめちゃんにはさすがに返したけど今返してない。今メンバーに借りてて返してないものシリーズだと帰りのそのやつだけ。でも大丈夫、これに関しては私帰りにあのレッスン着のねあのズボンを貸してて、それも帰ってない、帰ってきてないからこう同じ感じ、そうそうそう、だから大丈夫そう、しかもおもろいのがさ、そのさ私が貸しためっちゃ前に貸したレッスン着のねズボンをこの前の私の生誕祭の時に普通に履いてて普通に履いてておもろかったんだよねいやおもろいよな、全然いいんだけどね、なんならもうあげるよみたいな感じそうなの、だから私もさコスプレをさもう自分のものかのようにさ着てみようかなとかまあでもそれハロウィンのやつだからな。そうおもろいよね。まあでもね返したいっていう気持ちはあるのででもね本当に毎回こう夜になるとあって思い出して、あじゃあ次の日公演だからあの持ってくかみたいになるんですけど、朝起きたら忘れてるんですよ。でそのまま公演行って、でたまにその話題が出てあ忘れたねみたいになって、それをずっと一生繰り返してるからダメなんですよね。
誕生日にプレゼントって言って返してみたら、え、めっちゃいいそれプレゼントって言ってさ、帰りに、え、何これお洋服みたいになってさ、カサカサカサって開けたら、あれみたいな玄関に置いときましょう、それが一番いい、そうするわ。そうね、どうもありがとうございます。8月、そう、もうすぐ。びっくりしてもしもししちゃうかも、どういうこと意味わからんすぎる意味わからんすぎておもろい。でもそしたら私も誕生日のこと、あ、時に同じことされちゃう。初音ありがとうございます。カイリも23歳になるのか、同い年だから早いわね。私今22歳なんですけど、なんか割とテンション的には23歳のテンションなんですよね、謎に。初音もありがとうございます。なんかそう、テンションが、あ、私は23歳なんだっていうテンションで、実際確認してみると22歳なので安心しますそう、どういうこと、なんだろう、なんか今年23歳だから、あ、23歳かっていうなんか印象がめっちゃ強くて、そうだけど実際は22歳なので、あ、なんだみたいに毎回なるそう、まあ、あんま変わらんか謎にね。こんばんは、初音もありがとうございます。一歳お得、お得お得お得。でも22歳ってさ、普通にこうさ、世間から見たらお子ちゃまですよね。こうなんかさ、アイドルしてるとさ、まあ上の方だなっていうか思うけど、世間からしたらお子ちゃまなんだなって思います。こんばんは。しかもさ、4期生も入ってきてさ、めっちゃ若いじゃんきっと。だからさらになんかおーってなりそう中学生とか入ってきそうじゃない？そう、私より上はもう入ってこないから、でもさ、うちらもさ、加入した時はさ、学生だったんだよやばくない？若くない？JK だったんだけど、私どうしよう、すごいんだけど、 JK だよ、ピチピチのセブンティーン、17歳、なんということだ、やば、高校生17歳ってやば、怖いんだけど、5年も経っちゃった。
すごいわ。5年も。大人になったね。大人になったかもしれない。いつもありがとうございます。どうもありがとうございます。 YouTube に当時の映像があってたまに見てしまう。懐かしい。ノリ時代パーティー衣装でね、夏。どうもありがとうございます。セブンティーンの時から左の腕の衣装着てたの。そうなの。私初日を迎えさせていただいたのが誇りの丘公園の公演だったので、そうユニットもね、左の腕のユニットで初日を迎えさせていただいてて、そう、それで比べてみたら結構やっぱ変わったなって思うし、うん、変わったよね。なんかファンの方がねツイッターに載せてくださってたの見たんですけど、やっぱ違うなって思った。そう、髪型もねやっぱ研究生の頃だったので固定のストレートポニーテールだったんですよね。ずっと全然なんか雰囲気が違うかも。し、痩せたと思う。なんかあの衣装分かりやすいけど、その初期の頃より痩せた気がする。普通に大人になった気がします。髪型固定だったもんね。うん、そうだよね。素敵な大人になりました。あの時はピチピチ、今はキラキラ。お、めっちゃいい表現やん。いいねそれ。確かにあの時ピチピチ、今はキラキラ、最高。最高。キラキラサーヤで頑張ります今後も。どうもありがとうございます。次のリバイバル公演は11日、日曜日？ん？土曜日？どっちか。昼夜公演です。と、1日空いて13日にもあります。平日のリバイバル久々かな？日曜日か、ありがとう。日曜日でした。今月も結構あるの。生誕祭もですしね。よろしくお願いいたしまする。あ、13日がルアちゃんの初日なのか。そっか、なるほどね。じゃあまたメンツが変わるんですね。さやちゃんに釣られました。おっと、釣っちゃった。釣っちゃった。ニポジ交互にやるの大変そう。ありがとうございます。頑張ります。
ゾン。当分いけない、お待ちしてますね、来れる時を。発音もありがとうございます。じゃあそろそろ今日は終わろうかなと思うので、ランキングを読みたいと思います。13位チュンソンさん、12位ホークさん、11位大関さん、10位マキアートさん、9位タカモンさん、8位コバさん、7位サヤシカメ仙人さん、6位松和さん、5位令和の土方さん、4位マサさん、3位ゆうきさん、2位星の鼓動は愛さん、1位赤毛団長さん、ありがとうございました。ありがとう、コメントもギフトも見てくれた方もありがとうございました。ほんでは、あ、そうだ、サマーグッズも今受付してるので、よかったらゲットしてください。デザインも可愛いのでおすすめです。はい、ということでおやすみなさーい、バイバーイ、ありがとうございました。